やっぱりこの職場に出かけていくと当然間が起きる、うんうん、でそのこれが間というものですかっていう電話も、まあ、夜中とかにかかってきたりして、まあ、参照するのと言いますということでこうやってるんですけど、だんだんあれがそのこうそれがこう強くなってきてる眷属も実際いるので、うん、この間入院してしまった人もいるので、これは大腸消滅ですかということでお話をさせていただいてるんですけど、まあ、そういうちょっとこうケアが少し足りなかったりするのかなとかっていうのも、こうもしかしたらみんなまとめて何かそのこの育成の分野で話をしていただくっていうことにこだわりすぎちゃったのかなと、みんなまとめて育成、あ、それは無理でしょ、ね、そうそう、来れる人来れない人、来たいと思う人来たくないって、今そういう来たくない時の人いろいろ変化するんじゃないですか。だからどうしても我々がそこのこう下ってって、その寄り添ってやんないとダメだよね。理想論はね、理想的にはにそのだんだんと眷属が、まあ、こう困りましたっていうようなものをどんどん弱気してきて、うん、あ、じゃあなんか珍しい単語使ったのにはねそっちの方に前食いついちゃって弱気それでこうみんなをまとめてね入ってもらうとか、こう入ってもらうと話しようと思って計画してたんだけど、どうもこのそりゃ無理だよ、どっちになってなっちゃって、うん、ですね、そこが反省点です。そうそう、こっちから、それが家庭訪問ってやつじゃないですか、うん、こっちから相手に寄り添わないと、うん、もうそれだけでもハードルが高くて、相当の人はもうそのハードル超えられないまんま、はい、もうこうもやもやしたまま終わっちゃう、なんかみんなもやついちゃってるんで、うん、とりあえず、あ、これ合ってる、もうちょっとこう細やかに、あ、そうかって話を聞く時間を作っていかないと、大抵しちゃいそうな感じが、うん、ああ、そこですよ、やっぱりなんかこう、すごいですねって、最初はね、ありがたいですねって言ったけど、だんだんみんなもなんかすごすぎて嫌になってる人が出てきてるので、うん、あ、これはちょっと細やかにしていかないと、うん、っていうのが反省点ですね。まあ、それで育成もその ABC と同じだから、うん、自分ではなるべくやらない、入信させる時の縁は自分だったかもしれないけど、俺はこっちの都合、こっちの都合だもん。そうじゃなくて、相手の都合ってのはみんな千差万別だから、相手の都合に合わせるってことは相手一人一人に合うことだよね。しょうがないよね、これはね、うん、まあ、そういう仕組みを作る、自分がもしなかなか動けないようであればそういう仕組みを作るとか、それもやっぱ経過のご指南にあるその育成というのは組織全体のそのまあ、使命というか、仕事であるということだよね。だから確かにそうだよね、欠場、要はその欠場するのが上手っていう人はやっぱり向こうのフォワードっていうの、ゴールの近くにいて常にその球来るの待って、とにかくこう叩き込むだけが仕事なわけじゃないですか。だからそういうのはコーチだってあると思うんですよ。あの人は欠場うまいなっていう、だけどその人はじゃあ欠場うまいから2人3人5人10人になっていくわけだよね。でもそれは校中全体の総合力だね。だけどもさあ、じゃあ育成となったら今度なかなかそれは無理じゃないですか、そのこの人一人に寄り添っていくっていうのは、はい、難しいです。でそしてこの人が一番得意なその欠場させるっていうことが仕事ができなくなる。だからこの人はこの人でやっぱり欠場させるってことはやっぱりそこを特化して、特化するっていうか、まあ、ある程度その得意分野を生かしていって、でこの人たちを校中全体のお仕事として育成に入るっていう、それぞれがまた一人一人にこう入っていってもらうっていうね、そういうイメージトレーニングしとかないとなかなか難しいよね。だから自分が釈放したからって全部自分で何から何まで全部背負い込もうと思うとかえって全部パーになるっていうか、 薄くなっちゃって、でどうしてもその効率良さを考えちゃうからね、こう集めて育成みたいな、そんな無理だよ。わかりました、もっと細やかに、うん、個人面談みたいにしていきます、うん、はい、それと入った時には、うん、じゃあその時に自分一人じゃないってことよ、必ずその自分が動けない時でも入ってもらえる人に常にその一緒に入っていってもらって、自分が動けなくてももうその人が入ってくれれば育成がこうバトンタッチできるような、常にそれも考えつつ動いていく。そう、こっちの効率性でやってんだよね、はい、それと